していきます。2人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはイーグルスの先発里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。初球ボール、膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。ナイスボール、このクロスファイヤーがいいですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけませんよね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。低めの変化球です。3ボール2ストライクです。これが6球目、打ちました。バッターは2番に入っているクロマティ大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。これが2球目、引っ張った。バッターボックスには3番柳田、2アウトランナーありません。インコース、ストライク。スピードボールを持っています。まあ、今のはよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール、低めボール。4球目は何で来るか。引っ張った、打球はライトへ。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そして糸井が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インコース詰まりました。バッターは2番に入っている松井、千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは千賀、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。高めの変化球は決まりません。ここは落としてきました。インコース低めの球、2ボール2ストライクです。見逃し三振。クリーンアップが登場します。バッター外、ツーアウトランナーありません。初球ボール、インサイド落ちました。2回になります。ジャイアンツの攻撃、4番バッター原。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。赤星さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。そうですね、この回は一人一人がつなぐ意識で打席に入ってほしいですよね。なるほど、さあつないでいくことができるか。このクロスファイヤーは効果的ですよね。はい、低めにストレートが決まっています。ここは150キロを超えてきます。はい、イーグルスピッチャーが変わります。4番を迎える。インサイド落ちました。アウト。5番バッター丸、ワンアウトランナーありません。さあ守護神長川がジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。彼を攻略するのはなかなか大変なんですよね。そうですね、それでも何とかして得点までこぎつけたい。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。強い打球、落ちるボールはこれは外れています。5球目は何で来るか。インサイド落ちました。6番バッター岡本、ツーアウトになっています。
初は変化球できました。バッターバッターは DH ロメロ。ヒットでランナーを一塁に置いています。最初は変化球できました。ボールになります。ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。危ない球です。外野は下がってますね。とにかく失点はしないぞということでしょうね。そのようです。イーグルスピッチャーが変わります。一塁に先制。ここは長打を警戒して低め低めで来るでしょうね。ああそうですか。変化球打った。外れてフォアボール。ツーアウト二塁一塁です。チャンスが続きます。さあそして打席には坂本が入っています。打順がいいところなのでここでなんとかしたいですね。さあ一打先制のチャンス。1点がこの打球はそれ角度がありますよね。クロスファイヤーですよね。はい、ストレートが決まっています。すぐに追い込みました。さあ勝負してくるのか。ボールワンボールツーストライクです。変化球打った。さあそしてバッターボックスには小林が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面。攻撃にリズムが出てきてますから一気に先取点を取って優位に。初球打っていった。2回の裏、さあイーグルスこの回は4番から始まります。バッターは柳田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。変化球打った。ストライク。変化球空振り。ワンアウトです。バッターはバッターボックスは5番丸。千賀まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球わずかに外れてボール。スピードボールを持っています。素晴らしいコントロールですよね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。インサイド打った。バッターボックスは6番友崎。ツーアウトランナーありません。バックをいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。真ん中打った。いやー打ち損じてくれて助かりましたよね。そうですね。変化球打った。3回に入ります。ジャイアンツ打順よく1番から始まります。さあここから上位打線になります。バッター山田、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ジャイアンツ得点に動きはありません。イーグルスピッチャーが変わります。バントして空振りになった。鋭い球わずかに外れています。落としてきましたがこれは外れます。もう一回インローに持ってきました。ここは見極めました。内のボール打った。さあそして打席にはクロマティが入っています。いいバッターが続くところなのでなんとか決めたいですね。さあアウトカウントが1つ増えましたがなおもチャンスは続きます。ここで得点できればぐっと勝利に近づきますからなんとかものにしたいですね。なるほど、そうですよね。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。そうですね。よく見ましたね。ゴールが3つになります。ストレート打った。
番から始まるイーグルスの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは太田。ジャイアンツ得点にバントしました。ここはゴロを出したいですよね。そうですね。バントしました。三塁方向。バント失敗、アウトを奪います。バッターボックスには代打の岡本。さあ里崎さん、一打サヨナラの厳しい場面となりました。まあ相手も代打で勝負かけてきましたからね。ここは正念場ですよね。そうですね。さあここはしのいでいけるか。さあ2球目は何か。インサイド打った。ジャイアンツ守備を変えてきました。打者の内角をえぐるような投球でした。これが4球目。ベース狙い、インコースに攻めてきました。いい押し方だったんですが、バッターよく見ています。これでフルカウント。ふわふわっと上がった。さあそしてバッターボックスには小林が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあもうここは開き直って攻める。バッターボックスには代打の亀井。2アウトになっています。初球からバッテリー内側際どいコースへ投げ込んできました。インサイド打った。アウト。これで3アウト。試合終了。チャンスは作りましたが、サヨナラには至りませんでした。ゲームは引き分けながらも